セシリア・トット・バジェニージャは、ベネズエラ・カラカス出身の歌手であり、クアトロの演奏者である。非常に早い時期から音楽への愛を抱き、家族の養育の中で覚醒した。12歳の時に、彼女は、学校で、サンホセ・タルベスナル、音楽トリオを結成し、歌手兼共同制作者としての彼女の活動は早い、うちから認められた。後に彼女は、アルベルト・エスピノサのグループの一員となり、 彼直属のソロシンガーとしてのキャリアを開始した。彼女は彼のセッションの理論と音楽学校のソルフェージ、フアンマヌエル・オリバーレスを手伝い、後にプラサー・アレキサンダーのモントとしてギターの研究を続けた。1970年にはベナズウェイランエクスペリメンタル・ミュージックのメンバーとして彼女は初の公的な演奏を行った。彼女のソロシンガーとしてのデビューは エルショー・デレニー・オトリーナでテレビ放映された。1972年にセシリアは、カールトン大学による、ラテンアメリカ音楽組織の会合への参加に、招待され、彼女に、カナダで数回コンサートを開くことを可能とした。この時期に彼女は、多くの国、地域をツアーし、多くの音楽レコーディングに参加し、カチョ・ティラオや、グループボーカル・ブエノス・アイレス8、ソレダー・ブラーボ、シルビオ・ロドリゲス、 パブロ・ミラネス、リベルタ・ラ・マルケ、カルロスクルス・イコール・ディエス、エトセトラといったような音楽家とアーティストのグループに招待された。彼女は多くのベネズエラの民族音楽のアルバムを録音し、国際的なテレビ番組と共に2本の映画に出演している。1995年のウナ・ソー・ラ・ビーダ・テンゴと2000年のカンシオンズでヘンリー・マルティネスがセシリアのポピュラーな CD である。 2009年にはセシリアは、ニーニョ、ヘスース・デモレと題された CD を録音し、ベネズエラの伝統的なミュージカルクリスマスの祝賀となった。そのうちのとある歌はセシリアによって作曲され、その曲は、セシリアの作曲家デビューとなった。現在の彼女のツアーバンドは、マンドリーン、バンドーラのヘスース・チャトレ・エングルと、ベース、サクソフォーンのマーク、ピー・ブラウン、ピアノのレオネル・ルイズである。 ありがとうございます。